棚橋宏のポッドキャストオフ。はい、始まりました。棚橋宏のポッドキャストオフです。はい。ただいま、新日本プロレスは、G1 クライマックス真っ最中で、僕は今、巡業中でございまして、今回も、リモート収録のことです。はい。はい、前回のね、もう聞いてみたんですけども、やはり音声がね、ちょっと聞きづらい点もあったかなと思ったんで、今回はそこをカバーできるように、はい、いい声でいきたいと思います。そうですね。そういう問題ではないと思うんですけど。ね、ホテルの部屋なので、あまり声張りすぎると、隣の方にうるさいかなっていうのもあるし、ただこういい声でね、生かしていただきたいなと。いうことで、ね、熱量だけは伝えたいということで、今回のメンバーは100年に1人に伝えたのは白石と。はい、橋本です。はい、よろしくお願いします。はい、今回はズームで音が出てますという感じですね。はい。はい、いやー、まあ、そんなことよりもですね。そんなことよりも、はい。はい。そんなことって言い方はないかなと思います。そうですね。はい、大丈夫です。超ビッグニュースがありましてですね。お、はい。はい。まあ、マーシーに聞いたんですけど。そうですね。はい。ね、ZIP で、はい。日本テレビ系のね。いや、そうなんですよ。朝の情報番組の ZIP さんで、街中で何を聞いてますかというようなコーナーで、はい、たまたまね、その取材受けていただいた方が、僕らのポッドキャスト、はい、タナポをね、このタナポを聞いてくれてたという、とても幸運がありました。ありがとうございます。なんという嬉しいんでしょうね。すごいです。まあ、いろいろね、結構そうそうたるミスターチルドレンを聞いてる方とか、はい、YMO を聞いてる方とか、ね、そうですね、こんな中でものすごい確率ですよね。そうですね、ね、90何人ぐらい取材、アンケート取って、60名ぐらいが CD とかね、はいはい、CD が音楽 で、あとはラジオとか、少数派がいましたけど、一番の少数派だったかもしれない。結構、そんなのあるんだみたいな感じのリアクションでしたもんね、ちょっとね、うん、プロレスラーの方のポッドキャストっていう。まあ、そうですね、まあ、いろんなね、芸人の方とか、ね、いろんな方がポッドキャストやられてますけども、ね、あんまりまだポッドキャストって知られてないんですかね。どうですかね、まあでも、うん、まあまあまあ、すごくね、レアなとか、まあ、そんな中でも、本当に幸運にというかね、うん、まあ、本当に聞いていただいた方にも本当に感謝だしかない。感謝と、新日本から感謝状を送って。みたいですよね。ちょっとね、番組のね、メールフォームかのツイッターにちょっと書いてるんですよね。感謝状を。この回を聞いてくれて、はい、俺だよ、俺だよ、俺っていうね。そうですね。またいらっしゃったら、ぜひメールフォームの方に。名乗り。はい。ご一報いただけたら。はい。ね、棚橋の粗品と。粗品が。ね。お送りしたいと思いますのでよろしくお願いします。はい、ありがとうございます。いや本当にね、ちょっと嬉しかったですね。本当に。あ、で、嬉しかったです。ちょうどその日本テレビさんから連絡いただいてちょっと前なんですけども、実は、はい、200回記念のポッドキャストを聞かれてたみたいで、それもちょっとなんかね、はい、こう区切りというか本当にいいタイミングのやつを聞いていただいて、うん、わ、そうなんですね。うわ、嬉しいな。まあね、いつもね聞いてくれている方がいらっしゃってね、成り立ってるんだなってのを改めて思いましたし、番組のね、出られた方がね、言われてましたけども、試合前後のね、話だったりとか、なんかその辺をね、楽しんで聞いてもらえる、聞いてくれてるっていうことを言われてたんで。ね、ここでしか聞けない話とかしてるとか言ってハードル上げてくれてましたんで。そんなにしてたかなっていう、そう、ちょっとなんかもう背筋が伸びますじゃないかなっていうね。大丈夫かなっていうのありますね。そう、
ちょっとあのテレビでハードル上げられちゃってるんでね。そんなにしないぞみたいなね。はい、いやでもね、やっぱこう、テレビの影響力っていうのは大きいので、そのね、ZIP さんを見て、聞きに来てくれた方に対して、まあ、こういうコンテンツですよっていう、なんかね、ようこそみたいな企画もやりたいなと思うんで。ぜひちょっとね、それは次回にしましょうか。そうですね、次回ちょっと。はい、ちょっと取り方法も見て、はい。なんといってもね、今は G1 の真っ最中ですので。そうなんですよね。もう昨日で11戦目、浜松で11戦目かな。という、はい、10戦目かな。とりあえず、真ん中まで来たと。はい。はい、で、僕は、今、公式戦が、3つ終わってますね。3つ終わってる。はい。2勝1敗と。はい。これはね、ちょっとどこから話していくかあれですけども、はい。結構、最初ね、ヘナーリ選手に敗れて、はい。その後、内藤戦は結構な、なんていうか、こう、もう、クライマックスというか、いきなり、ここで敗れるとっていう、なんか、ヒリヒリ感がありますよね、なんか。まあ、A、B、C、D、4ブロックあって、各ブロック7名で、まあ、ね、星取りを考えると、多分2敗がボーダーなんですよね。そうなんですよね。これ多分最初、なんかまあ、皆さん、心の中では思ってたかもしれないです。割と、田中さんとか結構早い段階でおっしゃってたじゃないですか、2敗ボーダーみたいな。はいはい、それがこう、呪縛のように、2敗がボーダーっていう呪いが、ね。自分にこう、すぐ、すごい早いタイミングでブーメランが来たみたいな。そうそうそう。まあでも、まあ皆さん、まあ計算する手間は僕が省いたっていうかね。ただ、星取りが均衡すれば、3敗もあるかなっていうところですけど、はい。ね、3勝4敗と4勝3敗が1敗出てくる可能性もありますんでね。そうですね。だから結構、場合はそのブロックの方は決定戦お願いしますってことになるんですけど。そうですね。ただでさえ、ね、3連戦は結構きつそうな感じがしますけど。きついでしょうね。なんといっても、準決決勝を1日でやる感じですもんね。ただ、まあ、2日目が、準決勝で、1日目が決勝ですね。はい。その辺も知らなかった。そうですか。2日目がこう、まあ、トーナメント、ベスト4戦というか。あ、じゃあそれは、非常に、注目度は高いですね。そうですね。ちょっと、甲子園も言うじゃないですか。そうそうですね。はいはい。準決勝がね。面白い。ね、なんで、そんなこともありますけど。まあでも、そのね、大田区、はい。同戦、これはちょっと、あれ、でも盛り上がりというか、もうすごい、はい、お客さんもすごく入って、かなりいい雰囲気の、ね、中でやられたと思いますけど。はい。なんかやっぱね、立場がね、逆転してるなっていうのは感じましたね。うん。やっぱ10年ぐらい前だったら、内藤にとって、での棚橋戦は特別っていう感じをね、はい、言ってくれてたんですけど、はい、今僕にとって内藤戦が特別になってきてて、おお、なるほど、逆なんか逆のパターンですね。はい、なんか今こうやっぱりこう会場人気も実力もね、勢いも一番ある内藤にね、棚橋がどう対抗するんだ、どう勝つんだ、どういう、ね、試合をするんだっていうところに今一番のフォーカスがいってるんですよ。うんうん、試合内容がね、なんかこうどっちに勝ってほしいとか、あ、どういう、ね、盛り上がる試合をするんだとかいうよりは、棚橋大丈夫かっていう声がいっぱい出てくるんで、なんかね、やっぱりそういう声にもね、まあちょっとが気になってね、はい、一生懸命やったんですけど、はい、いやー、ちょっとね、またそのなんかこう決め技もね、鮮やかに決まりましたし、はい、あ、でもその時すでにそうですね、うん、プロレスはね、点と点を結んで線にしていくという
ね、ことよく言われますけども、春のニュージャパンカップで確か僕ハイフライ避けられて丸め込まれたんですよ、ジャックナイフから。ジャックナイフで、はい、はい、なので今回もハイフライを、ね、狙ってはいましたけど、うん、こだわってはいなかったんですよ。あー、なるほど。はい、はい、それでまあね、なんとかうまく勝てたんですけど、絶妙の首固めがね、はい、決まりまして、うん、で丸め込みは僕嫌いじゃなくて、うん、一瞬のね勝負の駆け引きという部分では、とても好きなんですけど、むしろよくあれですよね、実はハイフライフローがフィニッシャーになる前っていうのは結構その大舞台でもその丸め込みで勝利っていうのは、はい、そうあったっていうね、うん、聞いてます。でまあその丸め込みがね、ブーイングの原因、直接的原因になってたわなってはいたけどなるほど、また丸め込みで勝ち上がったという丸め込みっていうのは攻めの選択肢の一つであって、はい、そればっかりいかれても決まらない、はい、ね、ハイフライがあったりとか投げ技とか大技があるからこそ、そっちを警戒してる時の丸め込みなのであって、なるほど、丸め込みしかしてこないぞってなるこれいとも簡単に2で返せるわけですね、はい、丸め込みの、ね、狙いがちという、はい、ただその僕は藤波さんの丸め込みが好きだったので、そのねえ、あまりにこう丸め込みしすぎて早い段階で、20代の半ばの一番元気ないい頃に丸め込みを味を覚えてしまったのでだいぶあれですよね、普通、はい、今ぐらいの楽しさの年代からこうちょっと対応するみたいな、そう本来であれば結構せめてに老快さを加えてこればいいのに、はい、僕20代の半ばぐらいからもっと若々しい戦いをしろよっていう意味でね、あ、そういう意味でちょっと、はいはい、いろんな意見があったという感じですね。でもまあそれがね、ようやくこうキャリアを重ねて今やっとこう戦い方に見合った丸め込みができるようになったという意味では、うん、人に歴史ありというかね丸め込み歴史ありとあという思うわけですよね。うん、いや本当あれ鮮やかなね感じで、うん、あそこしかないかなっていうなんかまあイメージはちょっとしてて、うんうん、ディスティーノをよく体幹の強い岡田とかがディスティーノを回転するときに肩の上でこう止めたり、はいはいはい、あれはねちょっとね僕は無理かなと思ったんですよ、うんうんうん、はい、あそこで肩でこうバランス取って着地させた瞬間に丸め込んでもいいかなと思ったんですけど、なるほど、それはやっぱりこうね、やっぱこう体幹強い選手とかじゃないと成功する見込みがないなと思ったので、うんうん、それだったらこうな、ディスティーノをフックした後に一歩踏み込む時に体を反転させたらこれスモールパッケージいけるなっていうのがあったんで、ああ、じゃあもう本当にちょっとカウンター的な意味で、はい、はい、完全狙ってましたね。はいはい、ああ、だから、まあ、ハイフライは最初は狙ってるんですけど、ハイフライを防がれた時に、うん、もうそこしか僕には勝ち手が残ってなかったので、ああ、はい、本当に二の手というか、はい、これだったらこういくというね。そうですね。ただその丸め込みっていうのはやっぱりこうタイミングと知ってるか知らないかっていうのが大きなね、ポイントになるので、このディスティーノに対しての首固めは多分次は効かないと思うんですよね。あ、うん、
まあ、ハイフライヤー避けられてのジャックナイフはまた効きそうな気もしますけど。そこは気をつけてください。くれぐれも。この大田区ではなんとか返せましたよ。あ、はい、はい。そうですね。うん、ね、はい、いや、でもね。内藤戦でしたね。素晴らしい試合でしたし。うんね、ここでちょっとまた、まあ、ちょっと本当大ピンチを切り抜けて。はい。で、次が、まあ、名古屋ですかね。はい。の、これまたメインイベントで、ザック・セイバージュニアと。はい。はい、いやー、大ピンチでしたね。大ピンチの連続でしたけども。うんうんうん、はい。ザックもね、体重増やしてきてて、はい。かなり、体重も、増えてきてるのかな。で、もともとね、背がむちゃくちゃ高いんですよ。はい、そうですね。86かな ?7 かな、はい、はい。多分僕並ぶと5、6センチ違って。うん。はい。まあ、その身体的なね、特徴を生かして、まあ、あちこち関節を決められてしまうんですけども、割とね、打撃も強いんですけども、まだね、打たれ弱さがあるというか。お、そうですか。結構ね、張り手が効いたりするんですよ。なるほど、なるほど。はいはいはい、だから、その、まだ攻略の糸口は残ってたかなっていう。なるほど、なるほど。感じでしたね。ただ、あとで、ワールドを見返してたら、結構、両肩はついてるんですけど、ザックの長い手が、ロープの下まで来てたんですよ。はい。だからこれ結構ね、最低的にはグレーなんですよ。そうなんですよ。実はこの、まあ、ちょっとこう、ね、あの試合もこう結構鮮やかに決まったので、なんとなくこう、でザック選手もなんか珍しくちょっとこうなんか、負けたぜみたいな感じでこう、なんかすごくね、しっかり認めてたので、あ、なんか、まあいいのかなみたいな感じだったんですけど、昨日ですかね、一昨日かな。はい。ものすごく怒ってましたね。はい、ミスタッチだってことですよね。もうレフェリーをロボットに変えろって怒ってました。いや、でもまた戦う理由ができたんじゃないですか。はい。はい、今回の最低は覆らないとしてもね。はい。はい、まず戦う理由は僕にもできたんで。うん。いや、また納得するまでやればいいと思いますよ。なんか本当に、普通ああいう負けだと、まあ、あの時点ではですけど、こうちょっとね、額を突き合わせたり、ちょっと、まあ、笑い合ってるほどではないですけど、まあ、ちょっとそのね、こう、お話しするような場面もあったじゃないですか、二人で。はい。だから、結構、あ、潔く負けを認めたのかなと、あの時は思ったんですけどね。そうですね。あの時は、やっぱり、ちょっと、あったんじゃないですかね、そういう、こいつしつけえなぐらいのね、のはあったんじゃないかなと思うんですけど、多分、ね、帰ってワールドで 見返したら、俺腕出てんじゃねえかと。またね、ワールドのアングルがいいとこにいるんですよね、あの子。手側にいるというか。それで多分怒りがふつふつと湧いてきたんでしょうね。そうですね。そうなんですよ。いやでもまあ薄氷の勝利というか。いやーそうですね。いやでもザック戦っていうのはその受け身のダメージというよりは、うんうん、どっか無理したらね次の試合にこう影響が出るようなダメージも受けかねないわけなので、うん、やっぱりこう試合前はねやっぱナーバスになりましたね。ああそういうもんですか、やっぱちょっと。あの棚橋がナーバスになりました。このタイミングでザックっていうのは、やっぱちょっと怖さもある感じだと思います。そうですね。その、リーグ戦ね、7試合、公式戦6試合ありますけども、どういう順番でどこで組まれてるかっていうのも、これね、大いに影響してくるんですよね。ああ。多分、星取りに。うん、なるほど。ファンの方はどこで誰ぞってやるっていう楽しみをね中心に見てくれてると思うんですけど、プレイヤー側としては最初にあいつとやっときたいなとか、はいはい、あ最終戦あいつむちゃくちゃ嫌だなとか、はいはい、っていうのはあると思うんですよね。なるほど。
だから僕はそのコンディションがまだね2戦目でいい時に内藤と戦いだったのっていうのは僕はまだ運があったなっていうのを思うんですよね。なるほど。あれですかね、こう、まあ、ちょっとみんな結構まあ棚橋ファンは特にその初戦でヘナーリ選手にね敗れるっていうのはショッキングがあったんですけど、はい、まあちょっとこうなんていうか、まあ、逆に一番勢いのあるヘナーリ選手と最初にやってそれちょっとまあ黒星になったことでちょっと気が引き締まるというか。そうですね、はい、負けて兜の尾を締めたんですね。おいや、というのは、あの棚橋選手はこの後、はい、あと残り3試合ありますけども、はい、まあ、1個はまあ8月5日松山なんで、まあ、これ配信されてる頃にはもう終わってるんですが、イービル戦、広島の後藤戦、長野の健太戦と全てメインイベントと。そうですね、残り3つ全部メインイベントですね。これはだからやっぱりちょっと、そして先ほどね冒頭におっしゃった、まあ、2敗がデッドラインっていう意味で言うと、はい、これ本当にちょっと行きたいですね。トントントンと、もう1個も負けれないですね。あ、うん、逆に言うとそこをクリアするとかなり進出が見えてくるかなっていう感じですかね。いやー、見えてきますね。これ星取り、まあ、ただそうですね、内藤選手が、まあ、だから今のところ後藤選手とザック選手と田中選手が並んでるという感じなので、はい、まあ、まあ本当にあとこっから折り返しっていう感じですね。いやー、でもまあ、でもイービル戦がかなり鍵になるんじゃないかなとしますね。これイービル選手とあと翔選手が今かなりこういきり倒してるというか、そうですね。愛媛はね、翔選手の地元なんで今やたらディスってるという。地元でもありますし、うん、ね、その公式戦がない時のまああのタッグマッチでね、ハウスオブトーチャーの面々も来てますので。ね、そこがどう試合に絡んでくるかっていうのは、そうですね、読めないけど絡んでくるだろうなっていう予想は立つというかね。そうですね、うん、ここはちょっとクリアして、そうですね、そしてなんか僕もなんかヤングライオンにセコンドなんかこう名前つけてついても、そうですよ、田口選手なんかね、うん、スーパージュニアで中島選手に暗闇殺法に備えてこうなんかライトをね、中島選手につけさせて。ああ、なるほど、はい、そしたらそのライトを田口選手の方に当ててしまったっていう、はい、が発生しました。ああ、そうですね、あとまあでも結構イービルとは G1 クライマックスとかニュージャパンカップとかでやってるイメージがあるんですよね。はい、四国でも一回どっか他の県でもやってるんですよね。なんかちょっと、うん、西の方でやるイメージありますよね。イービル田中戦はなんか。対戦成績は勝ったり負けたりだと思うんですよね。うん。うん、なので今回もね、いやー、どうなるかな。いや、これはちょっと楽しみですね。いいですね、うん、はい、うん、この間負けたとはいえ、イービル選手は内藤選手とねちょっとすごい試合をしました。そうですよね、名古屋の試合ね、うん、なんか内藤を覚醒させた感じはあったっすよ。あ、そうですね、うん、内藤選手にとって本当これ以上ないリスタートというかね、切れた試合だったんで。そうですね、はい、まあだからその内藤戦を見て言えることは2人とも調子がいいっていうねことですよね、はい、うん、内藤の今後のね戦いもね、そのブロック代表を目指すには見とかないといけないし、うん、イービルもね、
いい戦いを、いい戦いというかね、いい戦いして、いい戦いとは言えないんですけども、まあ、頭のクレバーな試合展開というかね。うん。いやー、これ、かなり四国鍵になるんじゃないですか、これ、愛媛。そうですね。愛媛でもし負けた場合は2勝2敗になるのか。そうですね。そうするとちょっとかなり混沌としてきますよね。キー信、それはもうかなりキー信号ですね。まあ、その後で言うと、まあ多分この配信の後に多分すぐ、あ、すぐでもないか、あるのが、あ、広島ですね。8月10日、広島。はい。後藤戦。はい。まあ、後藤選手はね、そのもちろん過去何度も名勝負やってますけど、今年、はい、後藤選手も結構ね、コンディションがいいというか、うん。いい状態できてる。そうなんですよね。その、タッグでの吉橋との戦いを、うまくこう、なんかシングルに応用してるとかね、コーナーにかけての一人ショート、はい。一人ショートは、あの発明すごいですね。いや、面白いですね、あれは。面白いですね。あれは今年の、なんだろう、ベスト発明賞なんですか。ベスト発明賞ですよ。はい。いやー、で、一人でもショートって言うんですよね。なんかね、せーのとは言ってましたね。ああ、せーの。一人でせーのってね。一人でも掛け声をするというね。いやただね、注意しないといけないのは、その、AEW の、大座戦で決定戦でやってるんですよね。大阪城で一番キンキンでやってる選手なんですよ。なるほど。このリーグ戦の中で、はいはいはい。なのでそのね、まあ、後藤選手にしても連敗は避けたいっていう思いが強いやつ。そうですね。しかもここメイン、後藤選手もメインイベントは多分内藤戦と棚橋戦だけじゃないかな多分。うん、そういう意味ではこれ相当これ気合いが入ってますね、うん、これね。いや、後藤選手のね爆発力っていうのは僕は知ってるので、はい、過去何度もねやっぱりやってきたので、うん、そうか、これ本当に今年のリーグ戦はこう自分でももう一戦一戦必死にやっていくしか、そう、方法がないですね。これは本当に全部因縁というか、こう関わり合いが深いというか、で、はい、最後のっていうかね、8月14日長野は、まあ、東京ドームのリマッチの結果という意味では、はい、これ全部そうなんですよ。特に今回ABC の中で一番 C が濃いというか、そうですね、因縁的にですよ。はいはい、メンツ的には B が濃いかなと思うんですけど、はい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 、うん、そのこう 2,3 年のこう構想だったりとか、直近のこうタイトルマッチとかで絡んでたのは B が多いのかな、C が多いのかなっていう気がします。うん、確かにこの因縁とかドラマが凝縮されてる感じはありますよね。なんかしかも、まあ、なんかこうブロック分けっていうのは本当にABCD がなんかそれぞれなんかこう語るポイントがありますね。結構ね、やっぱり進むにつれてやっぱり色が割とはっきりしてきた感じありますね。そうなんですよ、うん、もう A ブロックのね最初はもう矢野徹の生贄感がすごかったんですけどそう、やっぱそこそれだけで終わらない矢野徹がちゃんといるし、そうですね、あで B ブロックはね真田がね、意外と苦戦してるんですよね。そうなんですね。昨日ね、玉トンガ選手に負けちゃいましたし。そうなんですよ。今年、やっぱりね、行くとしたら真田かなっていうね。はい。なんですか、ファンの頃から見てた、ジーパンの前の、はい、今年はこの選手行くでしょみたいな感覚で見てたら、見ると、僕の中では真田だったんで、ちょっと意外のね、黒星発進というかね、うん、黒星先行か、うん、逆にやっぱりちょっと J 選手の強さが際立つというかね。そう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 、 J のね
J の最近に腹筋マウンティングもちょっと度が過ぎるんじゃないかと。もうなんかもうホットリストに来ますもんね。もうすぐ今日の棚橋腹筋どうだいってこうすぐ来るんすよ。なんかもう会って気づくんじゃなくてもうなんかもうやる前から来るみたいな。待ち構えてて。これはでもね、昨日、前哨戦というかタッグマッチで3対3で当たったので試合後のコメントで言ったんですけど、棚橋の腹筋が J の腹筋を超えた時に IWGP 世界ヘビーの挑戦のタイミングが来るって言ったんで、はい、永遠に来ないからそれが出てきてしまったんですけど、ハードルは高い方がいいので。なるほど。はい、棚橋の腹筋が J の腹筋を超えた日、あれを超えるのは棚橋でもなかなかの難物だと思います。あれちょっと、はい、あれは体脂肪率何もないですな。もともとね、J の腹筋の溝が深いっていうのもあるし、まあ、若いから体脂がいいっていうのもあるんですけど、あそこまで絞ると、結構ね、体脂肪率が 10% 切りそうなんですよね。一桁台じゃないと、あそこまで出ない気がするんですね。大体レスラーの体脂肪率って、僕が知ってる限り12から15ぐらいですね。うん。ちょっとプロレスラーとしては若干絞りすぎかもしれないという。そうですね。ただ、筋量が多いし、やっぱりこう、カットがあるので、一個一個は大きく見えるんですね。実際の体重よりもね。うん。いやー、でもまあ、言ったからにはやるしかないんでね。いやー、はい。最後に、ちょっと丹さん、D ブロックも触れたいんですけど。はい。フィンレイ選手すごいですね。フィンレイいいですね。僕昨日ちょうど昨日静岡大会だったんですけども、メインイベント控室で、まあ、モニター見てたんですけども、いやーちょっとね、ワールドのツイッターかな、でもダイジェストの短いね動画で、はい、オスカッターをカウンターのあれこうスタナーみたいな名前なんて言うんですか、ノックタかな、違うかな、はい、こういうあれですよね、はいはい、そうそうそう、はい、あれで返した時のタイミングの良さというか、ここしかないっていうタイミングで行ったんで、あれはちょっと控室でモニター見ててケツがちょっと浮きました、ね、うおっつってね、うん、いやもうなんかここにも天才おるわと思って、これ選手ちょっとね、覚醒っていう言葉もちょっと使われてるけど、はい、なんかついに来たなっていう感じありますね、なんかね。そうなんですよ、第二覚醒というか、はいはい、最初はやっぱりこう道場来た時はポチャっとしてて、うん、そうですね、でジュースとタッグ組み始めたぐらいで一回肉体改造したんですよ、はいはいはい、で腹回りすっきりして上腕引いて、で今回またジュースとたもとを分かったことによってシングルとしてのね能力が開花し始めてるんですよね。ちょっとこれ第二覚醒に入ってますよ、はい、うん、ちょっとこれ意外な選手が来たなっていうありますよね今ちょっと、ね、そうですね。 D はねやっぱり高木オスプレイの二択だったので、はい、はい、そうです、はい、うん、いやここでねデビットが来るとは、うん、ただね昔からねデビットねやっぱり本当性格良くて、はいはいはい、タナさんタナさんって言ってねすごいあのこう僕に対してリスペクトをくれるのデビットはむちゃくちゃ欲してるんですよ僕こいつ可愛いなと可愛いんですよマジで男前だし、僕は男前好きなんで。いやでもここで来てね、ね、本当はそのタッグパートナーのジュースがね、ヒール転向したことによって注目はやっぱりそっちに行っちゃうんですよね。いやそうなんですよね、はい、ただそこで終わらないデビットの
なんかこのその強さというかね、うん、ついていくなんかこう意地をね感じましたね、うん、いやーちょっとねまた楽しみになってきましたけど、すいません田中さん、そろそろお時間が、そろそろお時間ですか。いやでも一番キンキンのな、大会まで来れましたね。そうですね、ちょっと全試合は触れれなかったんですけどもね、静岡大会のオスプレイデビットまで触れれたので、いやちょっとあれはね、これまた、はい、まあ、ファンの皆さんはね、あの星取り今後の対戦カードを見てね、さらにこう予測していくとかなりこう、難しいところではありますけど、その各ブロック代表が絞れてくるんじゃないかなと思うので、ね、引き続き注目してほしいと思います。はい、はい、というわけで最後にお知らせです。新日本プロレスは G1 クライマックス32、真っ最中でございます。はい、で次は、四国愛媛に行きまして、その後は大阪、はい、大阪、東京戻って、町田、大阪になって広島2連戦なんです。あ、そうか、大阪、大阪、広島、広島で東京戻りですね。そうですね、町田で、はい、長野と。そうですね、またその辺でね、あのタナポ収録しないと、ね、あの在庫切れになってしまってるんでね。はい、またあんまり放送もう一回いけるかどうかという感じですけど、そうですね、はい。というわけで引き続き G1 クライマックスの情報は新日本プロレス本、新日本プロレス公式ホームページ、ツイッター等々でチェックよろしくお願いします。マッシュ、ありがとうございました。ありがとうございます。じゃあちょっと、はい、一回これで締めさせていただきます。はい、というわけで以上、田中宏のポッドキャストオブでした。ありがとうございました。話題沸騰、新日本プロレススマホサイトプレミアムプラン、新コンテンツ続々配信。棚橋博士のポッドキャストオフスペシャル版、ゲストは柴田勝頼。毎週水曜豪華ゲストが登場する清穴の真夜中のレッスル&キングダム。イブシコータ、グレートオーカーンも随時公開。さらに電子書籍版パンフレットは今年の G1 クライマックス31も配信中。これまでにないプレミアムな体験が、現在のスマホサイト価格プラスワンコインで味わえて月額830円、ただいま加入付け無料。スマホサイトプレミアムプラン。